こんにちは、速稼塾の久保です。今回はお金の稼ぎ方についてちょっとお話しますね。3通りぐらいいきましょうか。まずはね、誰もができるわけではないお金の稼ぎ方1ついきましょう。で、次は誰もができるんだけども、でもなぜかやる人が少ないお金の稼ぎ方。3つ目はもっとね、誰でもできるんだけどもそれすらしないお金の稼ぎ方ね。この3パターンでいきましょう。まずはね、実例を持って申し上げますけども、私ね、今住んでる家の火災保険の申請をすると、なんとね、見積もり出たんですけども、300万円以上降りるそうなんですよ。住むのには全く不自由ないんですけども、やっぱりね、長年のこの家の状態で、台風の害とか大雨の害とかが出てね、カーポートが歪んでいたりとか、屋根の瓦がちょっと外れていたりとかしてるんですよね。調査してみたらやっぱりそうなんですよ。で、これそのまま保険申請スッと通って、まあ、300数十万ポンと降りてくるんですよね。で、これはでも、家を持ってる人しかできないんで、多分この話聞いたからといって、いや、うちには持ち家ないからみたいなことになってできない方がいるかもしれないですね。だからこれはその人それぞれの立場によってできることが変わってくるといういい例なんですよ。ただ残念ながらこの条件でもやらない人って結構多いんですよ。9割ぐらいやらないんですよね。もっとですね、 95% ぐらいやらないんですよ。不思議ですよね。気づいてない、そして本当にそうなのっていうのを疑いから試してみるってことしないんですよ。で、2つ目なんですけども、今ね、 A8 ネットのセルフバックで8800円もらえるドコモの案件があるんですよ。で、これは何かを買うわけではなくて、本当8300円もらうだけなんですけども、口座開設をしてそこに5万円置いといて、ある一定期間放置しといたら8800円になるんですよね。で、別に5万円を動かす必要ないんですよ。これは当然私これからやりますけども、この情報を知ってる人はみんなやればいいのになと思うんですけども、例えばね、5万円がありませんとかっていう方もいると思うんですよ。で、私はこう思うんですよ。5万円を借りてきて誰かからね、で、8800円が確定したら、山分けしようよでもいいと思うんですよ。そしたら、8800円のうちの4400円はお金を貸してくれた人のところに利息としていくでしょ。で、自分には4400円いくでしょ。こういうことを積み重ねてお金って稼いでいくと思うんですよ。確かにね、4400円もらったからってどうなるっていう風な話になると思うんですけども、似たような案件が10個あるとしてもう4万4000円なわけですよね。だからこういう風な考え方をしていって、しかもこれ誰でもできるわけですよ。特に学歴も不要ですし、資産状況も関係ないですからね。だからこれやればその通り、本当にね、一語一句同じ通りにやると同じ結果が出るものなんですよね。で、家を持っていなくちゃできませんみたいなハードルの高い案件でもないんで、ただやる人とやってもらう人とやらずにね、通り過ぎる人がいるっていう話なんですよ。で、やらずに通り過ぎる人はお金がない、お金がないっていうふうな、悩みをまた抱えていくんですね。これ2つ目で、3つ目なんですけども、ぶっちゃけ今ドコモの案件とかってこれをやらないんだったら、お母さんに電話してお金ちょうだいって3000円って言えば3000円ぐらいくれると思うんですよ。それすればみんな3000円もらえると思うんですよね。もちろんお母さんがもうね、いませんっていう方もいると思うんで、それはまたね、違う話になっちゃいますけども、大抵の方はこうやってお母さんなりお父さんなり兄弟なりに3000円ちょうだいって頼んだらくれるんじゃないかなと思いますし、もしこれでくれないとしたらね、身内ですら3000円くれない人に、そのビジネスやって赤の他人からそれ以上の金額もらえることはないと思うんで、まずは身近な人に信頼してもらう、頼んだらそれをね、答えてくれるような関係ができているかなってことを確かめることができると思うんですよね。また頼める関係でいるってことも大事です。家族と折り合いがついていないっていう方も中にはいると思うんですけども、いろんな事情でね。で、基本的にビジネスをする人って人に気に入られないといけないんですね。やっぱ嫌いな人にお金払おうなんて思わないですから、やっぱりそれは別にね、お客さんは神様ですみたいな感じでごまをするってわけじゃないんですけども、普通に生きてて、人に害を加えない限り積極的に嫌われることってないと思うんですよね。で、もう好かれろとまでは言わないんですけども、信頼関係をそこそこね、3000円とか5000円ぐらいのやり取りができる信頼関係を作っておかないと、お金を借りるとかお金をもらうっていうのはビジネスで商品売ってお金を受け取るのと全くキャッシュフロー的に同じなんで、だから借りることももらうこともできないってことは、商品がそのもの売れていかないってことなんですよね、きっとね。まあ、そういうふうに、私は考えてますね。で、3通り今お話ししました。で、ここまでお話してきて、じゃあそのうち自分にはどれができそうかなと、全部できるよって人はね、やっぱずっと稼いでいける人だと思うんですよ。で、このうちの2つぐらいしかできないよって方、
これはまだ努力の余地があるかなと。もちろん家を買えってわけじゃないんですよ。それは家を買うっていうのは一つの例ですから、売上を上げていくためのフェーズを広げておくっていうふうな形でね、それはビジネス得意な人に、じゃあなんとかサロンに入ってここどうすればいいか聞けるなっていうふうに具体的な質問が上がってくるんですよね。でこの3つのうち1個しかできない方ね、1個しかできない方は同じですね。どうやったら残りの2つの方法がうまくいくでしょうかっていうふうに、どっかのオンラインサロンに入るなり、まあ別にね、入らなくても聞けば教えてくれる人って山ほどいると思うんで、聞いて教えてもらえるようなね、関係を作っていくってことをビジネスの第一歩にすればいいんじゃないかなと思います。ということでね、わからないことっていうのは聞けば教えてくれる人は今見つかりやすいんですよ、でそこそこのことは無料でもちゃんと教えてくれますんで、教えばいいかなと思うんですよ、でも残念ながらね、自分でしないっていうことに関しましてはもう誰にも気づかれないんで、そこで終わりなんですよね。ゲームセットなんですよね。この今回の動画で何が言いたいかっていうと、まずやってみるってことなんですよ、やっぱり。で、来年2021年は厳しい年になるよっていうのは、まずやってみるっていう人がもっと減るってことなんですよ。今年だけでもまずやってみるってことをこの1年ね、どのぐらいできたかなってことなんですよ。まずやってみるっていうね、やってみて反応を見る、そしてその反応を改善してまたやってみる、この繰り返しをすることによって結果が出やすくなるんですよね。自分の求めている結果に近づいてくるんですよ。でもやらなければ何も進まないし、やってダメだったからといって諦めればまた進まないんですよ。やってダメだったのはアプローチが悪かったと考えて、別のやり方とか別の方向からやってみるとか、別のタイミングでやってみるっていうふうに、いわゆるね、工夫をしなくてはならないのかなと思うんですよ。で今回もこの花屋龍馬シリーズの動画をお届けしましたけども、一つでもね、問題解決になればと思いまして、今回ね、これだけ話させてもらいました。でもね、やっぱり私がやってることも結局一緒なんですよ。まずやってみると、でやってみてうまくいったらうまくいったという結果が残る、うまくいかなかったらまずやってみるっていうものの2回目に取り組んでみるんですよね。だってまずやってみただけですから。じゃあ2回目3回目とやっていけば、だんだん上手になっていって、交渉がうまくいって目的を達成する日が近づいてくるってことですよね。そして損切りのポイントもちゃんと設けていて、まあこれまで頼んだ、ここまで頼んでもダメだったら、ここまで交渉してもダメだったら、まあ、今回はやめとこうかなと、投入する労力に合わなくなってきたなと思うところで撤退して、また新しいチャレンジってことかなと思いますね。まあ、そんな2021年にしていこうかと思います。じゃあ、いってらっしゃい。